時には辛いことも楽しいに変換しようと生きてきた。氷点下で泣くと涙は凍るのか。バカじゃないの。残念ながら手術は意味をなさない状態なので、妻が笑顔でいられるような人生最後の企画。妻の結婚相手探せないでしょうか。妻？病気のこと奥さんは？まだ彩子は知らなくて。あなたの理想のパートナー像をお聞かせください。理想のタイプってどの人？顔とかさ、スタイルの理想は？彼こそ妻の最高相手です。似合いの件ですが、お断りします。考え直していただけましたか。僕はまだ結婚なんて。結婚はとてつもなくいいもんです。もう別れてくれ。そんなに別れたいんだ。主人、主人、僕の命はあと数ヶ月です。お願いします。足りないなら私のを使ってよ。お母さんのこと頼んだぞ。一緒に生きてよ。僕の妻と結婚してください。